ミズーリ植物園はミズーリ州のセントルイスにある植物園である。創立者の慈善家のヘンリー・ショーにちなんでショーズ・ガーデンとも呼ばれる。イギリス生まれで10代でアメリカ合衆国で商売を始め成功したヘンリー・ショーの屋敷に作られた庭園が元になっている。1859年に一般市民に開放された。アメリカ合衆国では歴史のある植物園で アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも登録されている。植物研究のセンターとしての機能とともに、セントルイスの市民の憩いの場にもなっている。32ヘクタールの植物園の中には、5.7ヘクタールの広さで、北米最大級の日本庭園、清和園があり、遊園地や章のもとの邸宅などもある。 1983年にはメトロポリタン動物園や博物館区域が加えられた。園内にはガラス彫刻家デイル・チフーリの作品が展示されている。2008年にはフランスの彫刻家ニキド・サンファルの作品が設置された。ミズーリー植物園で働いた植物学者には1971年から40年近く園長を務めたピーター・ハミルトンレイブンらがいる。 ありがとうございます。